未来ないから憧れ足立神宮館。ありがとうございます。足立区のきらりと輝く方をご紹介するインタビューサイト足立神宮館、本日のゲスト案内人は東京未来大学の平山由里です。本日のゲストは家族を介護する人をつなぐ会の新井博一さんです。新井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日も3つのキーワードでお伺いしてまいります。本日のキーワードこちらです。1つ目訪問診療、2つ目在宅介護、3つ目つなぐでお送りしております。それでは新井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。1つ目の訪問診療についてお伺いしてもよろしいですか？あ、はい。訪問診療にまず僕がその出会ったきっかけっていうのを話させてもらおうと思うんですけど、はい、自分が大学生になって低学年のうちからいろんな現場を見たいなと思っていて、病院をの中も見せてもらったんですけど、ふとしたきっかけで先生が患者さんのお宅に向かう、それで医療を届けるっていう訪問診療っていう形の医療の形も見学させてもらうことがあって、自分が初めての経験でそういうのを見せてもらったのが訪問診療っていうのを見せてもらって、で患者さんがお宅ですごい笑顔で過ごしていたりとか、患者さんの生活をその間近で見ることができて、どんな風に生活してるんだろうとか、そういった部分が見えて、すごくなんか面白い医療の形なんだなっていうのを思って、すごくこう自分としても魅力に感じて、自分もこういう世界に、これから関わっていきたいなと思って、でよくよくその後勉強してみたら、国として訪問診療っていうスタイルをどんどん広めていこうっていう、政策を取ってるっていうのを知って、これからはその病院とか施設に患者さんがいるっていうだけじゃなくて、家にも家でも暮らせるように支援していくっていう政策があるっていうのを知って、これからもどんどんニーズが高まっていく形なんだなっていうのを勉強して、もっと興味を持つようになりました。あ、一般の人の目にも触れない医療の形を見ることができて、それは貴重な機会だったんですね。はい、ありがとうございます。それでは2つ目のキーワードいってまいります。2つ目のキーワード、在宅介護についてお伺いしてまいります。はい、訪問診療のそのいい点、すごくこう見ていて楽しいなと思ったんですけれども、はい、一方でその厳しい現実っていうのも、自分としては見ることができたなと思っていて、例えばその娘さんでお母さん、認知症のお母さんを介護されている方が、その自分の娘さんからすると、その自分の介護の仕方がこう合ってるかどうかとか、自信が持てない様子が見えたりとか、老老介護の過程を見ていたりすると、奥さんの介護を、ご主人がしていて、ご主人も体力がこう持たなくなってきたりとか、自分の体調が心配になってきたりとか、夜眠れない、けれども介護しなくちゃいけないっていう現状があったりして、すごくこう厳しい現場っていうのを見てきたんですよ。そういった点から、在宅介護ってその介護保険制度のサービスがこう整ってきた中で、いろいろサポートは得られているけれども、まだまだ厳しい現実があるんだなっていうのがあって、こう介護者の方ってすごくお辛い思いをされてるんだなっていうのがこう分かって、介護を頑張ってらっしゃる家族の方をサポートできるシステム、仕組み作りっていうのがこれから求められるんじゃないかなっていうのが思ったんですよね。そうですよね。これから高齢者の数もどんどん増えていく中で、支える人たちの年齢っていうのもだんだんもう支える側が少なくなってきてしまっているので、とてもその問題は深刻なものですよね。そうですね。はい、それでは3つ目のキーワードいってまいります。3つ目のキーワード、つなぐ。それではお話をお願いします。はい、大学4年になった時に、勉強会に参加させてもらって、そこの勉強会のテーマとして、ヘルスケアの問題をそのリーダーシップ、個人のリーダーシップを発揮しながら、みんなを巻き込んでいきながら、どんどん、解決に導いていこうという趣旨で、勉強会をしていて、そこに参加させてもらったんですよ。その勉強会ってどんな方がいらっしゃったんですか？そこは、医療職、医療関係者だけじゃなくて、結構製薬会社の方とか、
医療系の人材派遣会社の方とか、はい、記者の方とか、結構医療に関わるけども、はい、まあ、ビジネスの関係でお仕事されてる方も、幅広い結構、人材、幅広い社会人の方も集まっていましたね。そうみたいですね。かなり医療士の方がいらっしゃるところで勉強されたんですね。そこでその自分の問題意識、その訪問診療を見たり、はい、在宅介護の現状を見たり、そういった部分を、話させてもらって、すごくこう共感してもらったんですよね。その勉強会をしたことによって得られたものとかっていうのは具体的に何があったんですか？一番大きかったのはやっぱり問題意識に対して、その背景にある課題とか問題点を、一緒に分析したり、一緒に話し合ったりとか、一緒に何かしようよってこうアクションを起こせるような仲間を得られたっていうのが一番大きかった。なので、その話し合うだけじゃなくてアクションを起こそうって、いざ、何かしてみようっていうふうにチームの中で話していて、そこでその介護者の方に集まっていただいて、話を座談会のようにしてもらうっていう、家族会の形式から形式を開くっていうところから始めようと思ったんですよ。素敵ですね。それ家族会って今キーワードが出てきたんですけど、どんな雰囲気でその座談会って行われてるんですか？そうですね、介護されてる方の日々の、不安だとか、疑問っていうのをこう、吐き出したりとか、誰かがこういうことで悩んでますって言ったら、あ、うちもそうだよ、うちもこういう悩んだことあるわとか、共感できる場で、あとはそのうちではここにこうしたよっていう、解決策がこうその中で提示されるような場になっています。例えばそこで行われている会話の中では、本当に日常の些細な出来事とかが行われていると思うんですけど、私自身はまだ介護はしたことがないというか、私の父が今介護のヘルパーやってるんですけど。そうなんですか、はい。でも実際私自身はまだそういうのないので、どのようなことに日常で、ね、苦労されてるのかなって今思ったんですけど、どんな会話をされてるんですか？そうですね、やっぱりその高齢の方になると、いわゆる認知機能が落ちてしまって、物忘れがよく起こってしまったりとか、普段できていた日常生活で困ったことをこう、料理ができなくなるとか、こう自分の身の回りのことすら、洗濯をしたりとか、お風呂に入るとか、はい、そういったことすらできなくなってきて、まあ、認知症っていう形でこうどんどん症状が進んでいって、こう家族が、普段一緒に暮らしてきた家族がこう別人のように変わってしまうっていうところで、すごくこう対応、どうやって対応したらいいんだろう、どういうふうに接していけばいいんだろうっていうのをすごく悩まれている家族が多いですね。それはいつ頃から、活動としてはやられてたんですか？今年の2013年の6月からやってます。あ、今年から。それで、そうですね、きっかけとなったのが、僕が、今年の春過ぎぐらいに、はい、足立区の梅島の診療所で実習をさせてもらって、それがきっかけで、そこの実習を、そこの診療所の方にお願いをして、家族会をやるっていうことでビラを置かせてもらったりして、広報に協力していただいて、そこで家族会をスタートすることができたっていうところで、そこが足立区との縁ですね。なるほど。協力してくださった本当に先生方とか市長さんの方っていうのはすごくこういい方で、いや本当にありがたいなと思っていて、今でも協力してくださっていて、素晴らしいですね。そうやって足立区と連携をされていたんですね。今後その家族会はどのような展開をしたいと思っていらっしゃるんですか？ですね、いろんな人がつながる場になってほしいんですよ。まさにこのキーワードをつなぐっていうところなんですけれども、日々介護で悩んでいらっしゃる方ですとか、地域の方でその介護してるご家庭を応援したい、自分がすでに介護を機能経験があって困ってる人を支えてあげたいとか助けになりたいという方、あとはその身近な立場で、専門家は普段は専門家ではあるけれども、家族会の場では身近な立場でアドバイスしたり情報を、提供することができるような方っていうのをこうつなぐ場っていうふうにしたいんですよね。素
そういうコミュニケーションの場って絶対必要ですよね。それで安心して介護に取り組めたらそれでなお良しですよね。そうなんですよ、うん、ありがとうございます。それでは最後に新井さんにとって足立区とはどのような町でしょうかということについて伺ってまいります。最後のキーワード、こちら地域ネットワークです。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕がその活動をしてから、まあ、まだ半年ぐらいなんですけれども、はい、いろんな方に活動を応援していただく中で、ワールドカフェを足立区の中でやろうっていう、取り組みがあることを紹介していただいて、はい、実際にその、ミーティングなど、はい、ワールドカフェの企画をしているところに、はい、一度参加させてもらった時に、一緒にやろうよってこうお声をかけをいただいて、そのテーマがワールドカフェのテーマが終末期っていうことで、はい、終末期、医学生の僕も何か、まあ、協力できる部分があるんじゃないかと思って喜んで参加させていただいて、はい、でその、まあ、皆さん地域の方で、まあ、当日は 3,40 人ぐらい集まって対話をする場っていうのを、開かせてもらったんですよ。でそこで、いろんな団体の方、はい、足立区の、まあ、普段はそれぞれの子育て支援をされている方とか、あの障害者のの方でも住みよい街づくりを担うように目指しましょうとか、それで各団体の方が、とある団体の方はファシリテーターとして、各テーブルのファシリテーターとして協力してくださるっていう方もいらして、あとはその他の団体の方は子ども用のちっちゃい靴っていうのを提供してくださって、お貸ししてくださって、各テーブルに置いてあって、すごくこう雰囲気としていい。作りやる、すごいあれですね、はい、いろんな参加の仕方があるんですね。そうなんです。で半年ごとに開こうと思っていて、あ、そうなので次は5月にやりますので、ワールドカフェぜひご参加を。5月にワールドカフェですよ。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日のゲストは家族を介護する人をつなぐ会の新井博一さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。